ポケベルはね、聞いたことあります。なんか昔使ってた通信手段ということで、両親から話は聞いたことがあります。直接持ったことはないので不思議な気持ちですけれどね。でしかもポケベルの不思議なところって電話番号ないんですよね。あれなんかこう決まった番号を押すと通じるんですか。電話番号あります。電話番号あるんですね。あるみたい。その後にシャープと、その後にシャープを押してメッセージを送る。あ、メッセージ送れるんですね。あ、まあ、なんであの約束ごとにしとく。なるほど、約束ごとにしとく。8451だったら早く来いと。8451で早く来い。いいですか。そんなのがあったんですね。もうこれは山口さんに解説をお願いするしかない話題ですね。そうなんだ。あ、でも結構ねコメントではね、わかるって来てます。他にあるんですか。早こいで8451。例えば、問題作ってほしいです。何かありますか、他に。わか、何、14106、いおいおむ、何、い、いしいおむ、わかんないな。4649、よろしく。え、愛してるなんですか。嘘。14106、愛してる。なんか恥ずかしいんですけど。そうなんですね。別に誰から言われたわけでもないんですけど、なんかちょっとどうしよう、公共の電波で外、なんかもう恥ずかしいのでどうしましょうね。そうなんですね。なんかもう、言葉で打てばいいじゃないですか、愛してるって。なんで数字で。なんかね、あれですよね、ちょっと恥ずかしかったんですよね、きっと。どっち派ですか、日本語と数字。私は日本語の方がいいな。ねえ、数字はちょっと、でも数字もちょっとロマンがあるかもしれませんね、奥深さというか。いや、なんかちょっと今動揺してます。心を落ち着かせて進行していきたいと思います。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。